アスパラガス、アスパラガス、竜ゲな、アスパラ SPP とは、騎士植物の中の単子葉植物に属する多年生双本植物である。クロンキスト体系ではユリカに含めているが、分子系統学による APG 植物分類体系では、キジカクシ科に属している。私有一種である。葉のように見えるものは実際は極端に細く細かく、分子した茎であり。 本来の葉は、臨変状に耐火している。アスパラガスという和名は、キジカ隠し属植物の複数種の総称で、中でも最もよくこの名で呼ばれるのは、栽培作物のアスパラガス、A オフィシナリスである。原産は、地中海東部。和名は、オランダキジカ隠し、オランダ、オランダ、キジイン、オランダウド、オランダ、オランダ毒活、松葉ウド、 松葉独活と言い、成長すると細かく切れた葉に見える枝が、生地が隠れることができるほど追いしげることに由来する。感銘を意志、カしワ、石長白というが、一尺、カシワや、石頭カシワと表記するのは誤りである。また、アスパラと略称される。日本、中国、朝鮮には、自生種の生地隠し、エショベリーズ、草杉カズラ。 エコチンチネンシスなどが分布する。キジカ隠しの茎は食用になり、草スギカズラの根茎、天文冬は薬用になる。アスパラガス属の中には、大緑キエープラモスス、草ナギカズラエアスパリゴズ、エ a ミレオクラダスなど、観葉植物にされるものがいくつかある。江戸時代にオランダ船から観賞用として日本にもたらされたが、食用として導入されたのは明治のことである。 本格的な栽培が始まったのは大正からで、欧米への輸出用缶詰に使うホワイトアスパラガスが始まりであった。その後国内でも消費されるようになり、昭和40年代以降はグリーンアスパラガスが主流となった。現在では生のホワイトアスパラガスや調理しやすいミニアスパラガスなどが店頭に並んでいる。アスパラガスを食べた後の尿に強い匂いを感じる人もいるが、 これはアスパラガスに含まれる代謝物質によるもので害はない。なお、ヨーロッパで広く食用となっているワイルドアスパラガス。ワイルドアスパラガスはユリカのオオニソガラムピレネカムのカガであり、大な毒オオアマナ属オオニソガラムに属する。日本ではアスパラソバージュの名で知られる。日本で最初に栽培、生産を行ったのは北海道岩内町の農学博士であった下田木。 キューザである。本州中部では4月下旬頃から6月にかけて、ワカメが成長し、低温期は1日1回、高温期は1日2回収穫する。長さが25センチメートルくらいに伸びた柔らかい茎を食用とする。土寄せして、軟白栽培した白いものを、ホワイトアスパラガス、白アスパラといい、それに対して土寄せせずに普通に育てた緑色の、ものは、 グリーンアスパラガスという、ホワイトアスパラガスの栽培では日光を遮断するために土をかぶせてアスパラガスを覆ってしまう方法のほか、鉄道などのハイトンネルを利用した栽培も行われている。いずれも家庭菜園でも容易に栽培可能である。近年、アントシアニン色素の多い紫色品種のアスパラガス、米国原産、パープルパッション、福島県産、春紫 F など、 や桜色の品種も登場した。加熱すると、紫色は失われ緑色になるため、色を楽しむためには生殖するか、食図、レモン汁を入れてさっと湯同士する程度にとどめることが必要となる。私有一種であり、お株の方が勢いが強く収穫量も多いが、一年生株の促成栽培では、芽株の方が茎形が太く、生育が旺盛である。 しかし外見では見分けられないので、花が咲くまで待たなければならない。翌年の良質な芽の発生のためには、収穫しすぎないこととなずに茎が倒れずに十分に繁茂している必要がある。繁殖は未生による。4月から5月にかけてが巻き時で、収穫できる株に仕上げるまでに2年から3年かかる。春になると園芸店などに、その年から収穫できる苗が出回る。 アレロパシー作用があり、連作障害が起きる。主要産地は、北海道、佐賀県、長野県。この他に本各地で、路地栽培、または、ハウス栽培される。2008年度税制改正において、法人税等の、減価償却資産の対応年数等に関する省令が改正され、別表第4。 生物の対応年数表によれば2008年4月1日以後開始する事業年度にかかるアスパラガの法定対応年数は11年となった。ドイツやオーストリアでは白アスパラはスパーグル、シュパーゲルと呼ばれ日本での竹の子のように春から初夏にかけての味覚として珍重されている。ドイツ国内産の収穫時期は始まりはその年の天候によって変動し、 おおむね4月頃であるのに対して、終わりは、毎年一律に6月24日、聖ヨハネの日までとなっている。外国産についてはこのルールに制約されないため、国内産シーズンの前後にも入手できる。一般的な食べ方は、茹でた白アスパラガスに溶かしバターやオランデーズソースをかける。ハムやジャガイモを付け合わせにしたり、逆に肉料理の付け合わせにする場合もある。 調理法として茹でる、炒める、薬の方法があり、茹でた後冷まして、サラダにすることもできる。また基本的に皮が硬いことが多いので、茹でる前に皮を剥く必要がある。茹でる際は剥いた皮を一緒に茹でると風味が良くなると、言われている。冷蔵庫では、濡れた、新聞紙等で包んで乾燥を防止した上で立てて、保存すると、鮮度と味を維持できる。 コップなどで水を吸わせる際は水中にニンニクなどを入れると切り口の腐敗を防げる。アスパラガスの加工品として水煮の瓶詰や缶詰、ピクルスなども市販されている。学名のオフィシナリスは薬用のという意味で古くから利尿作用や献維作用が知られていた。ビタミン A、ビタミン B1、ビタミン B2、ビタミン C、ビタミン E、葉酸。 アスパラギン酸などを含む。ちなみに、アスパラギン酸はアスパラガスから発見されたことに、ちなんで命名された。カーボベルデ北部、バルラベント諸島東部を構成している猿島には、アスパラガスを意味する名称を持つ都市、エスパルゴスが存在する。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。